スモーグランデおよびムーバスはインドの自動車メーカータタモーターズが2008年から2016年まで製造を販売していた中型 SUV である。2014年に社名をムーバスに変更した。スモーグランデはタタモーターズにより1994年のスモーから派生したリアエンドを改良したボディオンフレーム X にプラットフォームを用い開発された。 中型 SUV である。ただ、キセノンと同様、イギリスのコンセプトグループインターナショナル、リミテッドによって設計された。この車はもともと相撲の第二世代、タタ社の中で、サファリの下に位置することを目的としたが、旧型相撲が値下げにより、インドにおいて商業的に成功したことから生産が継続され、相撲グランでは、旧モデルと入れ替わりではなく並行して売られた。 開発の一部はエブ・インディアプライベートリミテッドに委託されている。全長は 4421mm で、急相撲より少し短い。7人乗りと8人乗りが選べ、後には9人乗り仕様も登場した。X 2シャー氏は、キセノンと同じダブルウィッシュボーン形式のフロントサスペンションを持つ。デビュー時のエンジンは2.2リットルのコモンレールディーゼル。 ディコは VGT120 馬力で、これは同じエンジンのサファリより20馬力低い。後輪駆動仕様のみで、サファリとの車内競合を避けるため安全装備は、装備されない。神秘的に、形式上は、旧相撲にインスパイアされているが、よりモダンな5ドアボディを持つ。インテリアは、旧相撲と同じ。3列目シートは2人、または3人乗りのベンチであるが、旧相撲は、 シングルフォールディング式のシートである。スモーグランデ MK2 は多岐にわたる変更がされたマイナーチェンジモデルで快適性を良くするため特にリアサスペンションが変更されている。ステアリングは旧型のそれがあまりダイレクトではないと批判されていたため改良された。外観では新しいフロントグリルとリスタイルされた方向指示器を採用した。インテリアでは ドアパネルに新しい木目調パネルとファブリックを採用した。また、9人の利仕用も2つの折りたたみ式リアシートを備えてデビューした。2011年、社名から相撲が消え、単にタタグランデと呼ばれるようになった。2014年、継続生産されている初代相撲との混同を避けるため、マイナーチェンジとともに相撲グランデの名は放棄され、ムーバスに移行したが、 車の特徴は変はなかった。変更は、インテリアのトリム及び白と銀に絞られた、ボディカラーに限られ、装備は貧弱になった。バンパーはもはや塗装されておらず、素地のプラスチックで、低価は大幅に引き下げられた。エンジンは2.2リットルの、ディコアコモンデールディーゼル120馬力のまま。しかし販売は、期待外れで、2015年には2016年の、 生産終了が発表された。直接の後継者はないが、部分的には、初代相撲が改良を重ねながら継承している。ありがとうございます。